はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーボディ代表のミニゲスです。はい、本日はちょっとね、近況で動画を回してるんで、こんな感じの画角で撮ってるんですけども、今日はですね、歌手のね、最近ニュースで、出てきたんですけども、歌手のカンさんね、カンさん、愛は勝つのカンさんなんですけども、それが亡くなられたというニュースを見まして、ちょっとね、僕もかなりショックを受けてます。というのも、カンさん の愛を勝つって曲大好きだったんでね、もうこれ未だにね、僕運転しながらも聞いてたりするんですけども、そのカンさん亡くなった時でびっくりしたんですけど、え、カンさんってそんな年だったっけなという話があって、で調べてみたらまだ61歳とかなんですね。と思って、早いなっていうのがあったので、全然病気やろっていうのも思って、内容を見ていきましたら、メッケル憩室癌という癌で亡くなったということやったんですね。まずはね、もちろんね、通信でね、ご冥福をお祈りしたいという思いがあるんですけども、メッケル憩室癌ってあるんだと思ってね、ちょっとびっくりしました。で今日はね、ちょっとね、トレーナーとしての勉強も兼ねて、メッケル憩室についてちょっと、お話をしていこうかなと、自分自身の勉強のためにね、ちょっともあるので、こういう動画を撮っておるというところですね。はい、まずね、がんについてなんですけども、メッケル憩室っていうのが、そもそもじゃあ何かというと小腸なんですよね。小腸の一部になってまして、メッケル憩室っていうのは、小腸の壁が袋状になって、外側に突き出たものをメッケル憩室というらしいんですよね。だからこれなんかメッケルさんっていう人見つけたもの、確か昔ね。そんな話ですかね。メッケルケース、メッケルさんが見つけたからメッケルケースだったような気がしますけど、そんな感じですよね。そ、僕昔ね、中世の学生時代、生理学とかめっちゃ解剖ね、内臓とか勉強してたんでね、なんとなく覚えてたんですけども、完全に忘れちゃってるんでね、ちょっとまだ復習しなかなと思って、今回ちょっとそれもあるんですけども、見てるというところですね。で、そんな感じのメッケルケースなんですけども、そもそもね、がんでいうと、小腸と大腸っていうのがあって、大腸がんって多いんですよね。皆さんもよく聞くと思うんですけど、大腸がんで亡くなる方って非常に、現代でも多いというところで、で小腸ってほとんどね、がんって実はなりにくいところなんですよね、小腸。ね、多分小腸がんってあんま聞かないでしょ、皆さん。ね、大体大腸がんですよね。だからそうやって、なんか珍しい話だと思うんですけども、じゃあなんで、じゃあ小腸が少ない、小腸がんが少ないかって話なんですね。でまず小腸がんに関しては、理由があって、まずね、まずそもそも小腸と大腸何が違うかというと、まず小腸っていうのは栄養を吸収するのが小腸なんですね。タンパク質とか脂質とかね、ビタミンとか、いろいろありますけども、その栄養分を吸収するのが小腸です。で大腸は水分を吸収するんですね。で便を作ってたりするところなんで、大腸は基本的に水分を吸収する場所だというふうな認識で考えてください。そして、じゃあ小腸と大腸何が違うかというと、まず小腸に関しては、大腸に比べて免疫機能が高いんですね。免疫機能が高いと。でがんの原因になりやすい、毒性のものとか細菌とかウイルスなどを排除する機能が高いというのが小腸なんですね。ですんで小腸の方ががんになりにくいと。で大腸はそれがちょっと劣っちゃうんで、大腸にがんがなりやすいというところで、小腸がんは少ないと。ちなみに、小腸がんの発症っていうのは1年間に10万人中 0.4 人程度らしいんですね。今ちょっと Google 見てるんですけども、それぐらいのもんなんで、やっぱり少ないわけですよね。だほとんどが大腸がんになるという話なんですね。で、そんでそういう状況なのに、今回残念ながら、カンさんの場合はメッケル憩室がんっていう、特殊なね、がんになっちゃったというところなんですけども、じゃあメッケル憩室がんって何ですかみたいな話をちょっとね、ググっていこうと思うんですけども、本当こういうのもね、僕らもやっぱね、ちゃんと体のことをね、教えてる専門家としてはやっぱ知っておくべきだと思うんでね、僕結構これ調べます。いろいろ自分が知らない病気とか、なんか怪我とかね、でニュースでパッと見た時は必ずこう調べる習慣があるんですよ、実は。今回それはただ動画にしただけなんですけどね、これ結構日常的になっていることです。知らんかったから勉強し直そうと思って調べてるということなんですね。あとお客さんの話とかにもこういうのまた出ますからね、結構ね、知識持っててそうはないと思うんですけどね。はい。で、パパッと調べてるんですけども、なるほどね。
メッケルケースさっき言ったようにちょっと出産の際に胎児と母体を結んでいる卵黄管っていうのが出産後に残っていることでできるというところなんですって、うん、でまあこれもね形質があまりつき見られる人っていうのは 0.6% ぐらいとか 2% とかなんですね、人口のねっていうことですね。あ、そうそうね、あのメッケルさんって、じゃあなぜメッケルかっていうと、あのメッケル発見したっていうのが19世紀のドイツの解剖学者の名前がメッケルさんだったと、それ見つけたのがね、ただメッケル形質になったという話なんですね、うん、ですからね、そう、まあ、さっきの小腸のまずがんが自体が少ないっていうのと、またその小腸のがんの中でも、まあ、さらにメッケル形質がさらに少ないらしいんですよね、うん、じゃあ12指腸とかそっちの方がなる可能性あるんですけども、メッケル形質に関してはほとんど人口の 2% ぐらいなんで、極めて稀な症例で発生頻度も 1% 前後という話なんですね。まだこういうことにね当たってしまうというのはなんか運命だったんかなって思ってしまうんですけどね。で、メッケル形質がんのまず、症状に関しては基本的には無症状なんですって。無症状だから分からへんという場合があるらしいですね、まあ、向こう無症状なんで気づかないと。で、がんが広がってくると腸を塞ぐために腸閉塞ですよねが起こって腹痛や出血があるというと、うん、まあ、もちろん悪化してくそうになってくるでしょうね、腸閉塞っていうね、これはもちろん怖いことですけども、なりやすいということですね、うん、で菅さんの場合は3月に罹患を公表した際に昨年秋に発症した腹痛が数週間継続したので病院に行き、検査を繰り返すうちにだんだん深刻な雰囲気になって大きな病院に移って、さらに多様な検査の後組織、摘出手術を行って病理検査の結果メッケル形質がんと診断されましたということなんですね。まあ、だからどんどんひどくなっていったんだなってことがあるというところですね。なあ、まあね、がんの場合もね、もちろんね、あの大腸もそうですけども、やっぱねなかなか分かんないっていうのが一つあると思いますし、最近ね、あの XJAPAN かな、あのベーシストの方もね亡くなったと。確かあの方大腸がんだったかな、確かそんな感じだったと思うんですけどね。 XJAPAN ベースの人ですかね、うん、そう、ヒースさんって方ですね、うん、が亡くなったと。あ、でもこの方は大腸がんですね、うん、亡くなったということですよね。まあだからがんでね、やっぱ亡くなっている方増えてるなっていうのを本当に改めて思うんですよね。やっぱりまあもちろんね、人間ね、病気になることは多々あるんでね、ある程度こうね、病気になることもリスクとして一つ捉えておくのも、覚悟がいるのかなっていうのもちょっと思いますけどね。でやっぱね、大腸がんってどんどん増えてきてるなっていうのを改めて、僕のだから普通のお客さん界隈の人でも結構そういう話よく聞くんでね、大腸がんで知り合い亡くなったとかね、身内の方亡くなったって話よく聞くんでね、やっぱ大腸がんって増えてるなというのを改めて感じますよね。で改めて大腸がんのことを見ていこうと思うんですけども、まあ、大腸がんに関してはね、もちろん皆さんも知ってるかなっていうのがありますけども、うん、まあ、大腸ね、あの結腸と直腸に発生するがんというところで、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと正常の粘膜から直接発生するものがあるということなんですね。ですからまずこの良性のポリープがあって、そこからがん化するっていうパターンなんですね、まあ、あとさ正常の粘膜から直接発生するってもありますので、このね、この良性のポリープって結構みんなできやすいんですよね。これもよくね、あのお客さんがよく受けた方が多いんですけども、やっぱそのポリープ検査ですよね、大腸ポリープ検査を、まあ、早めにしといて、早めに見つかって切除すれば、まあ、そのがん化するリスクが減ってくるということなんですよね、うん、やっぱね、まあ、代表的な症状としては、まあ、血便ですよね、血便とか下血とか、あと便の表面に血液が付着するなど、やっぱ出血傾向がある場合はもう確実に何かできているというところなので、そこは早めにね、あの検査行きましょうってなってきますよね。あとはね、やっぱ検査ですよね、うん、検査早くしましょうって話になってくるんですけども、まずね、大腸の内視鏡検査ですよね、それが行うのが一番最初になってくると。あとはね、造影剤とかですかね、あと CT とか MRI も行っていくというところですよね、まあ、あとは直腸の視診っていう指のやつですね、指グリグリするやつでも検査もあるというのはありますよね。まあ、まあ今は内視鏡が一番早いんじゃないですかね、一番まあね、分かりやすいのかなと思うんですけどね、これやっていくという形で一番一般的なのかなと思うんですけどね、うん、
やっぱこれ大腸のね検査本当ねやった方がいいって、なんか最近ホリモンさんかなんかの動画でも言ってたような気がしますけどね、うん、そのヒースさんの話になった時にもう大腸検査やった方がいいですよみたいな形言ってて、やっぱ40代以降50代以降ぐらいからやっぱりねちょっと1年間に1回ぐらいやった方がいいんじゃないかって話はおっしゃってましたね。まあ、確かにそうですよね。こういうの早く見つけた方がねいいと思うんで、まあ、だから早めにやった方がいいのかなと確かに思いますよね。まあ、消化器内科のねちょっとこうやってホームページ見ていきますと、うん、あとは鎮静剤とか鎮痛剤もちろんで全然今きつくないらしいですね。大腸のカメラの、ね、検査もね、昔はなんかかなりきつかったって私よく聞きましたけどね。僕のお客さんでも多々受けられた方ってもうあれしんどいよやめたやめたすか、あの基本的にやりたくないよって方多かったんでね、うん、そういう方は基本的にやっといいよというところですね。でやっぱね大腸カメラ検査に関してはまずね排便時の出血、まあ、血が出てる時とか、あと腹痛とか、ね、腹部膨満感がする時もやった方がいいよと、あと過去の検査であんたポリープありますよって指摘された人とかとかですね、あと40歳以上で大腸カメラ検査を受けたことない人、まあ、僕も今ふと思った僕ないですから47歳ですけどもないですからね、あと親族に大腸がんにかかったことがある人、まあね、遺伝的なもんですよね、うん、あと急に体重が減ったっていうね、あの僕らの業界で体重減ったら嬉しいっていう話なんですけども、急に減ってしまうと何もしてないのに急に減ったことは危ないですからね、うん、あと健康診断で貧血を指摘されたと、あの結構これもあるだから出血しちゃってるんで貧血になっちゃうとか結構いらっしゃるので、そういう方はもう大腸カメラ検査を受けた方がいいですよってことが書いてますね。確かにこの辺になったらちょっと怖いですもん、なんかおかしいなと分かりますよね、うん、やっぱりとかやった方がいいのかなっていうのはありますよね。で本当ね、この今検査のホームページ見てるんですけども、いやかなり最近のね医学進んでますので、かなりいい状況になっていると、無痛だ痛くないってやつですね、痛くない状況でやってくれというふうになってますので、すごくね、うん、いいなと。だとね、入院不要で日帰り大腸ポリープ検査せずにも対応していると、だから日帰りでもうポリープだけププって切って終わりってこともできますよと、あと鎮静剤鎮痛剤用いているので痛くないし、まああのぼーっとした中できるみたいな、みたいな感じですかね、うん、ってあるので、ちょっとこれ僕も受けてみたいですね。ちょっとね一回ちょっとねこうせっかくこういう動画撮ったんで、あの受けてきました動画ってちょっと撮ろうかなってちょっと思ってます。はい、あとそう下剤を飲まない大腸カメラ検査も実施しててすごいですね。そうあの下剤がきついんですよ確かね、あの下剤飲んでも便出し切らないといけないんで、あれが結構しんどいっていうのね、楽しいんで、ここいいやんってちょっと今ふと見つけたんですけども、大阪のね、天満にあるところなんですけど、これいいなと思ってますけどね。ちょっとね僕もやっぱそういうもう年ねいい年なんで不安になってきたんで、こういうこと考えていこうかなと思いますよね。まあ、あとはねもちろん僕らの業界でいうとやっぱ食事ですよね。食事をちゃんとしていて、やっぱり大腸とか腸に負担かけない食事をやっていくべきかなというのもありますよね。まあ、そこにやっぱりまず繊維質ですよね。腸といえば繊維質、食物繊維ですよね。で食物繊維はあのやっぱり2種類あって、水溶性と不溶性ですよね。これちゃんと両方ありますよというところで、でやっぱこのね水溶性不溶性ちゃんと両方ねあのバランスよくとっていきましょうとなってというわけですね。でそれで一応腸に負担かけないような腸内環境を作っておきましょうというのは結構ね大事なとこかなというふうに思っています。そう僕昔ね腸のことを研究してた時期があって、あのバウエルコンディショニングっていうのを、まあ、自分で作ってあの発信とかねセミナー活動したことあったんで、ちょこちょこ、ね、知ってるんですけども、まあ、そういうことを考えていったら、まずねそういうまず食事だったら食物繊維系をしっかりとっていこうというのが大事ですよね。あとは水分とかも大事ですし、あとはねタンパク質と僕らで筋トレやるんでタンパク質取るんですけども、タンパク質の種類も、まあ、多分肉ばっかじゃなくてちゃんとね魚食べて、あとねあの豆類食べてとかって言って、あんまりね負担が多いやつばっかり食べてタンパク質摂取するのやめましょうとかね、いうのも大事かなというのもありますよね。あとは便の、ね、調子ですよね、まあ、まず便がちゃんとした正常の便出てるかどうか、まあ、いわゆるバナナ型の便がちゃんと出るかっていうのと、あとはね下痢気味か便秘気味かって話も出てきますし、あと腸内細菌ですね、腸内細菌にとって何がいいものなのかというのを考えながら食事するってことも大事ですしね、発酵食品も大事だと、ね、なってきますから、まあ、乳酸菌の話とかも出てきますね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、そういうこともちゃんと考えながらね、あのやっぱり、腸のことを考えた食事とか、あとまあ活動ですかね、まあ、あとはねストレスなんですよね。ストレス皆さんも多分緊張してお腹痛いって人はとかね、
あと緊張とかなんかしんどくなすぎて便秘になっちゃうこといろいろいると思うんですけども、やっぱストレスも大敵なんで、まあ、これはまあ全部の健康に関係するんですけども、やっぱストレスをちゃんとうまく発散できるような状態にしましょうというのも大事なとこかなっていうのはありますよね。まあそんなもちろん大事なんで、そこでもやっていくということですね。まあ、もっと言い出したらきりがないのになんぼでもあるんですけども、まあ、とにかくね、やっぱ腸ってすごく大事なところですし、やっぱね、健康の器官、あの腸は第二の脳って言われてるぐらいにすごく大事なところなんで、まあ、腸脳相関とかね、あるぐらいなんでね、そこに関しても大事なところなんで、やはりね、あの大事に保っておきたいなというところなんで、まあ、皆さんもね、この動画をきっかけに、まあ、ご自身のちょっと腸の状態とかもチェックね、環境チェックしていただいて、あの至ってほしいなというふうに思っております。はい、で今日はちょっとこんな感じでね、緊急で動画を撮りまして、まあ、菅さんについてのメッケル憩室がんについてと、まあ、あと簡単な腸の話をさせていただきましたというところです。はい、またね、この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、コメントもお願いいたします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。